でメンバー自らが、次回担当してほしいメンバーに電話して出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表しますっていう番組です。アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトをログインしたり、各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面右下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。星がぜひ拡散してゲットしてください。はい、ということで、これはね、前回の配信者について、あ、そう、私は、同期の HKT48 の竹本くるみちゃんからこう、あ、そう、ツイートボーナスなくなったんだ、そうだった。そう、ということで竹本くるみちゃんから、あ、ツイッターなくなりました、皆さん今の説明ちょっと忘れていただいて、竹本同期のね、竹本くるみちゃんから昨日回ってきたんですけれども、くるみは、うん、くるみって呼んでるんですけど、ひじの1個上なんですけど、なんだろうな、でもひじら初期の仲間って思ってて、あの HKT だから福岡にこう HKT があるんですけど、まあもう当たり前なんだけど、福岡に HKT があるんですけど、私沖縄出身 で昨日回してくれたくるみは東京かな、東京都出身だから、そのなんて言うんだろう、ちょっとどっちも福岡在住ではなかったから、引っ越すまでの期間は一緒にホテル暮らしっていうのをしてて、そのホテルの、まあ、部屋は違うんですけど、同じホテルに結構1ヶ月とか泊まったりする時期があって、そう、その時のメンバーって感じかな。今はもうみんな引っ越してきてるんだけど、あとくるみはあのオーディションの後に話したんですよ。最終オーディションの帰りのバスで一緒に乗って、お母さんもくるみのママとくるみと、私のお母さんとひじりとで4人で一緒のバスに乗って会場からあのホテルまで帰ったって、ホテルは違ったんですけど、途中でバイバイして帰ったっていう記憶があって、まあ、くるみはねめちゃめちゃ可愛くて、もうオーディションの時からもう絶対受かるやろみたいな、もうめっちゃあのずっとハーフツインテールしててすごい可愛くて、そうで、ひじら沖縄の、宮古島から来たので、なんかすごい田舎者っていうか、その東京の女の子とかがこんなにおしゃれなんだっていうのをくるみとか見て、あ、東京にはこんな可愛い子がいるんだっていうのをすごいなんか分かったかな、くるみを見て。で最近はくるみはひじり意外と公演一緒に出ることが多くて、くるみがチーム K4 なんですけど、ひじり K4 のアンダーにめちゃめちゃ出ることがあるから、そうほぼ出させていただいてるんですけど、毎回そう、そうすると一緒の公演によく出るんだけど、くるみはとにかくまあダンスだね、これ一言で言うともめっちゃダンスって感じ、ダンスが本当に上手で、マジで上手なんですよ、ダンスが。もうだからそのお披露目前のレッスンの時からもう分かんないところはくるみにも聞くみたいなくらい、本当にダンスリーダーっていうのは、なんて言うんだろう、ダンスがすごく上手で、もう素早いなんか残像が見えるみたいな感じで、ダンスがめちゃめちゃ上手で、ひじダンスがちょっと苦手な方なので、そうくるみにめちゃめちゃね、そう教えてもらってましたね。なんかひじりサイドステップってわかるかな、サイドステップっていうなんか普通に基本的な振り、なんだろう、ダンスとかでよくある、アイドルのダンスとかでよくあるめっちゃ基本的なこうサイドにこうチョンチョンってやる可愛い振りがあるんですけど、めちゃめちゃ基本的なね、ひじそのステップがもうできなくて、もともとレッスン始まった時とかそのステップすらできなくて、でくるみにそれは教えてもらいました。くるみにそのサイドステップを教えてもらってサイドステップができるようになった。だからくるみいなかったらひじり今もサイドステップできない。サイドステップできないのはサイドステップって伝わるかな、なんかね、鉄菜のグローリーデイズのバックダンサーが劇場デビューだったんですよ。一番初めに劇場立った時がグローリーデイズのバックダンサーだったんですけど、そのバックダンサーの出る前日までひじりサイドステップできなくて、でも明日本番なのに本当にできるようになんないとってこういう感じだったんだけど、できなくて、ずっとずっとできなくて、でくるみに前日に教えてもらってできるようになった、ギリギリに。本当に
くるみはヘジのダンス恩人。あ、コメント全然見てなかった。そうだからくるみがね言ってくれたね、私のダンスもできる、私もダンスができるようになったっていうメンバーですね。あとめちゃめちゃ可愛い、顔がもうなんか動物ちゃんみたいな、あ、もう動物系のなんか小小動物、小動物ってなんていう、小系動物なんていうんだっけ、こう小食系動物なんていうっけ、こういう小系動物、なんかちっちゃいウサギとか、まあ、リースとかなんか可愛いそういうさ動物みたいで、本当に可愛いです、顔がマジで可愛い。なんかお人形さんかな、お人形さんみたいな、なんか目がもうパックリ、あ、パックリね、くっきりまん丸、目がもうこうなってて、顔もこんなちっちゃくて、で唇がなんかちょっと可愛いんですよちょっと今バカにしたみたいな感じのやっちゃったっけど、そうめちゃめちゃ可愛いんで、本当に可愛くて、そう身長がねちっちゃくてもう可愛い、それがあのね、そうなんかちっちゃいです、かわいい。だから、あの年上、同期で1個年上なんですけど、でもかわいいからなんか年上っていう感じはたまにするけど、普段はなんかもう妹に見えなくも、なんて言うんだろうな、まあでも存在は妹的な立ち位置だと思うんだけど、そう、どうなんだろう、ひじりはまあなんか同級生って感じがする、わかんないけど一個上なんですけど、なんか普通に話しててもそう可愛い、すごい。あ、そう小動物、そうそう、ということでこれくらいかな、ということで、なんだっけ、フリートークだって、フリートーク。あ、そう今日ね、このなんか目をよろって普段ひじり毎日配信してるんですけど、個人アカウントでその毎日配信してるから、いつももう配信する時の服装とかもう T シャツとかパジャマとかで配信しちゃうんですけど、今日ね目をよろだから、あの T シャツやめれってお母さんに言われて、だからちゃんとした服着たんですけど、見てさっきメイクしてたら、あ、全然見えないじゃん、メイクしてたらメイクで汚しちゃってスカート、ワンピースなんだけど、あ、全然見えない、ここピンクに汚れちゃってショックです、めちゃめちゃこれはショックでございます。あ、でもね洗濯したら落ちるんじゃないかなっていう願望を込めて、はい、これあと今日はハンバーグ食べました、美味しかった。なんかねお昼に食べたんだけど、そう、あと今日は今日はね珍しく、ちゃんと朝起きれたっていうか、朝起きれたっていうか、なんか結構ひじり夜更かし型で、そう結構 ね二度寝とかよくしちゃうんだけど、今日は二度寝してないっていうのがフリートークかな。特にでもずっと家にいるから、何かしてないです、特に最近は何もせずにしてますね。寝たり起きたりショールームしたり、寝て起きてショールーム、寝て起きて寝て起きてご飯食べてショールームしてご飯食べて寝てるだけかな最近は。あ、でも本読んだりアニメ見たりはめっちゃしてるけど、なんかアニメ昨日でね、なんかひじり一夜でアニメ見るのにハマってて、あの夕方くらいからアニメ1話見始めて、寝る前までに12話まで見終わるっていうのが結構趣味で、昨日はなんだっけ、なんか見たんですよ1から12まで、なんていうタイトルだったかな、怪物事変と書いて違う読み方、怪物事変って書いてなんだっけ獣事変かなっていうアニメを見てました。ということでトークテーマに行こう。ということでくるみから出されたトークテーマを昨日メモったんだけど、昨日ねくるみから電話来た時にこうトークテーマ言われるじゃん、だからねこうメモったんですよ、だけどメモの紙がもうどっか行っちゃってさ、ちょっとエゴサしたら出てくるので明日のテーマ、今日のテーマ、
あとはトークテーマ、沖縄の好きな食べ物と夏休みの過ごし方ということで、まず沖縄の好きな食べ物、私は沖縄県出身なんで、そう HKT ホテルで一人しかいないんですけど、だから沖縄の好きな食べ物はまずあのポーク卵おにぎりっていう、まあ有名ですけど、ポーク卵おにぎりがすごい大好きで、なんかねもう美味しいのよ。なんか福岡とかにもポーク卵おにぎりの専門店とかあるんですけど、マジで美味しくて、もう本当に美味しくて、そのおにぎりっていうか、こうお米にポークっていう、ポークピッツみたいな、ポークと卵焼きをこう挟んで海苔で巻いてっていうのがポーク卵おにぎりなんですけど、もう本当に美味しくてマジで好き、めっちゃ好きで、しかもその沖縄にもあるし福岡にもあるポーク卵専門店があるんですけど、そのお店のなんか厚焼きじゃない、そのお店のポーク卵のいっぱいメニューがあるんですよ。ポーク卵の明太マヨとか、ポーク卵おにぎりのなんか違うのもトッピングされたとか、いっぱいメニューがあるんですけど、ひじりが好きなのは揚げ豆腐っていう、揚げ豆腐ポーク卵ちょっと待って連発しすぎて噛みそう、ポーク卵揚げ豆腐っていう、揚げ豆腐ってわかるかな、四角いさなんか衣っていうか茶色いのがついた豆腐なんですけど、それがすごい美味しくて、1回しか食べたことないんだけど、そのメニューポーク卵お豆腐でお米に包まれておにぎりっていう、もうボリュームがマジですごいんだけど、1回あのコロナとか全然流行る前に那覇空港で食べたんですけど、あれは外で食べるものじゃないなと思ったけど、めっちゃ美味しくて、こうボリューミーすぎて食べようとしたらいっぱい落ちちゃうんだけど、めっちゃそれが美味しくて、そう、それがすごい好きなんだけど、なんかだからその那覇空港にあるポーク卵専門店は行ったことあるんだけど、福岡にもあるんだけどね、福岡には行ったことなくて、福岡の支店には、だからいつか行ってみたい、いつかっていうかすぐ行けるところにはあると思うんだけど、福岡内だから、そうだからね、すぐね食べに行きたいなと思ってますね、行けるようになったら。でもいろんなメニューあったんだよね。そうだ、一番好きな沖縄料理っていうのか分かんないけど、ポーク卵おにぎりがすごい大好きなのと、あとは油脂豆腐っていう、なんかお味噌汁スープみたいな、なんかお豆腐のお味噌汁があるんですけど、それがすごい美味しくて、ひじりはその油脂豆腐っていう沖縄の料理は、あのね、ひじり沖縄料理って知らなくて、油脂豆腐、そう沖縄料理って全然知らなくて、なんか油脂豆腐の話してたら、普通にショールームかなんかで油脂豆腐がさって話してたら、みんな油脂豆腐って何ってなって、油脂豆腐って知らないのってなって検索したら沖縄の料理だったんですよ。まさかの油脂豆腐沖縄料理で、知らなくてひじり、それめちゃめちゃびっくりした。だから油脂豆腐っていうのは多分沖縄県民からしたら日常的なお味噌汁みたいな、だってひじり的には普通の味噌汁、豚汁、油脂豆腐くらい、その3本くらいで油脂豆腐がすごい好きなので、あの油脂豆腐はそう皆さんぜひ食べてほしい。結構簡単に作れるし、なんかスーパーに油脂豆腐用の豆腐かなが売ってて、まあ、自分で作ったことないんだけど、すぐ作れると思うからぜひ食べてほしいですね。ちょっと喋りすぎた。あとは沖縄の好きな料理なんかあるかな。あと三枚肉めっちゃ好き。なんか脂身の肉みたいな、三枚肉っていうなんか結構四角のお肉があるんですけど、一番上が脂身で、でお肉みたいな、結構味の濃いめの、そう三枚肉、あれ沖縄料理なのかな、でも沖縄だよね、すごい美味しいですね、あれが好きで、宮古そばっていう、あのひじり地元宮古島なんですけど、その宮古島のおそばには三枚肉とか入ってて、それがねめちゃめちゃ美味しいんですよ。だからねぜひそれも食べてほしいですね。沖縄料理結構いっぱいあるよね。サーターアンダギーとか、
まあ、サーターアンダギーでも最後2年くらい食べてないかも。いや1年くらいかな、食べてないかも。そう、ちっちゃい頃は小学生の頃とかはこう家に帰ってサーターアンダギー食べてましたね、学校帰りのおやつに。でも結構ね、サーターアンダギーも結構お腹にたまるっちゃたまるんだけど、ちっちゃい頃って胃もたれっていうのを知らないから、サーターアンダギーはねドーナツよりももっと脂っぽくて重たいんですけど、今食べたら多分1個でちょうどいいって感じなんですけど、その小学生の頃は無限だったから胃もたれとかなくて、その4つとか5個とかもおやつの時間にめっちゃ食べてましたね。今は多分1個でも美味しかったってなると思うけど、小学校の頃はめっちゃ 4、5個、6個、むしろめっちゃ食べてます。本当にめっちゃ食べてます。手作りの食べてました。あ、三枚肉ってバラなんだ、豚バラ、へえあとは沖縄料理とあんまり関係ないかもだけど、紅芋紅芋系のめっちゃ好きで、何か沖縄にはやっぱり紅芋アイスとか売ってるんですよ。それはすごく好き、なんか美味しいのよ、めちゃめちゃ。やっぱ紅芋って美味しいじゃない。そうだから本当に好きですね。あとチンスコアイスとか、なんかチンスコがみんな知ってると思うの、みんな知ってると思うんだけど、沖縄で有名なそのチンスコっていうお土産お菓子をなんか結構砕いたのかな、ちょっと 細かくしてクッキー系のねお菓子があるんですけど、それをこう細かくしてバニラアイスかなとかに混ぜたのが雪塩アイス、雪塩じゃないチンスコアイスっていうのがあるんですけど、それもめっちゃ美味しい。普通にスーパーとかに売ってるカップのチンスコアイスもあるし、あの有名なブルーシールのアイスとかにもあった気がします。ブルーシール食べ行きたいな、食べたい食べたい。ブルーシールは意外となんか沖縄だけにしかないと見せかけて、意外とよくあるよね。なんか羽田空港とかにもあるし、福岡にもあるっけ、福岡食べ、あ、あるね、あるっけ、いや、ありそうだな。そう、そんな感じで好きな沖縄料理はねそんな感じかな。まあ最後らへんちょっと料理かわかんないけど、ゴーヤーチャンプルーとかはめっちゃ好きなん、まあ好きっていうか大人になったらすごく好きになるだろうなって味だよね、ゴーヤーチャンプルーって。やっぱ今まだあのヒジラは子供なんでちょっとちょびに苦みたいな感じはある、やっぱりゴーヤーは。でも食べれなくもないよ、美味しいと思う。もう大人になったらもっと美味しく食べれるだろうなって感じがする。ということで毒テーマもう一個もらったのでもう一個、夏休みの過ごし方。そう、私高2なんで今あの夏休み真っ最中なんですけど、まあでも今年とか去年は今までの夏休みに比べてこう、まあ、できることが限られてると思うんだけど、ね、ものすごくお出かけしたりとか、まあ、無理だけど、そうだな、小学生の頃は結構旅行行ってたかも。沖縄住んでたんですけど、うん、長野県とか東京とか行ってましたね。でも最近、まあ、最近は HKT 入ってからはっていうか高校生になってからか、今高2だから高校生になってからはアニメ見るくらいかな。今年の話をするとアニメ小説しか漫画しかやってないかな。なんかそんな、なんか工作が好きですみたいな趣味がなくて、あのアニメを見るとかいう趣味はあるんだけど、そんなね、そう、なんか壮大な趣味を持ってなくて、壮大なっていうか、え、その趣味誰もないよみたいな、珍しい趣味とかなくて、特にそう本読んだりアニメ見たり、あとはなんだろうな、部屋が結構散らかりやすい性格なのですぐ部屋がこう汚くなっちゃうから、それはまあ片付けたりとか。今年の夏休みは本当にね何もしてないっちゃしてないかな、何もしないっていうか、なんかよ夏休みみたいなことは特にしてない。でも一人でそうめん茹でて食べましたね、家でそうめん茹でて食べたりとか。夏休みの過ごし方って難しいよね、まあ、暇を潰すって感じじゃない。とりあえずアニメ見たら暇つぶれるし、あと昼夜逆転しちゃいますね、ひじるの夏休みは。
なんか朝方に寝て夕方に起きてショールームして、で本当にもうこうショールームして毎日ショールームしてるから、まあ、起きてショールームメイクしてショールームして、でその後本当は寝たいじゃん、夜だから寝たいんだけど、あのさっき起きた夕方とかに起きたばっかだから寝れなくて眠くないと思って、じゃあアニメ見ようってなって第1話見始めたらもう続き気になっちゃって止まんなくて、こうめっちゃ見ちゃうね。だから夜の20時とかに1話第1話見始めたらもうノンストップで全部見ちゃう。もう最後の12話とかちょっと眠くなってるけど、もうこれ見たら寝ようって心に決めて12話寝ないように我慢して見るんですよ。でさ、したら12話終わった頃に目覚めちゃってんの、またそういうのが続いて、今結構治ってきたんですけど8月の頭とかは結構そんな生活だった。今はねちゃんとちょっと夜更かししちゃうけど、そんなめっちゃ朝までは起きてないかな最近は。夜寝て、まあ、結構夜中に寝て、でもちゃんと昼前に起きるみたいな生活ができてるので、これでどんどんちょっとずつねもっと朝に戻していければいいけど、めちゃめちゃ夜更かし しちゃう。なんか夜大丈夫なタイプなんですよね。その友達とお泊まりした時とかも絶対最後まで起きちゃうタイプっていうか、なんかみんな絶対朝まで寝ないとねってなるじゃん、まあ、お泊まりっていうかあんま集まれない人とお泊まりした時とかって、で OK って言うけどみんな眠くなって寝ちゃっていくんですけど、なぜか眠くなんなくて、本当になぜか最後までいつも起きちゃうタイプ。あでみんな寝た、あじゃあ寝ようみたいな感じで、なんか夜がね好きなんですか、ちょっとわかんないけど夜に強いっぽい。なんか LINE 電話でグループ通話とかしてても絶対誰か寝落ちすることが多いんですけど、寝落ちって言って寝落ちの説明いらないけど、なんか寝ちゃってそのまま通話つながってるみたいな、通話つなげたまま寝ちゃうみたいなことすごい多いんですけど、ひずれは寝落ちとか一回もしたことなくて、逆にさ、なんだろうひずれ、なんだろうね、睡眠をあんまり大切にしてない人間なのかな。でももうめっちゃ寝る、昼間とか寝ちゃうんですけどね、お昼寝とか。そうだからめちゃめちゃね夜は目がバッキバキ、最近本当に治ってきたんですけど、っていうか9月とかから学校もあるからさ、さすがに治さなきゃと思って頑張って治してきてるんですけど、その今月の頭とかマジであのね、そう夜に連れて目が覚めるみたいな、だから夕方に16時とかに目覚めて、そこからどんどん目が覚めていって夜に連れてどんどん目がこうバキバキって感じで、で朝の、まあ、8時とかになって眠くなるみたいな、そんな良くない生活をしてましたので、ちょっとねこれは直していけてるからいい感じに今いい方向に向かってます。そう、あとなんかあるかな、夏休みの過ごし方難しいな。夏休みの過ごし方はまあそういう夜更かしアニメ見る、小説読む、漫画読む、部屋の片付け、あとなんかあるかな。もうひじりはもう暇つぶしのやり方が下手だから、なんかもう髪無心で折ってる時とか、いやちょっとそれ別に病んでるとかじゃないんですけど、もう結構時間があり余っちゃったけど眠くないみたいな時とかは、でアニメもちょっと見すぎちゃって疲れちゃったみたいな時はもうね髪をハサミで切ったりとか、ハサミで髪切るのが好きで、なんて言うんだろうな、なんかちょっと今近くにこれしかないんですけど、この小説がちょっとこれですね、これが1枚の紙とするじゃん、これ今表紙だけど、これがさただの1枚の紙とするじゃん、そしたらこの紙をこうハサミでなんか三角とかに切っていくのが好きで、もうなんかすごい無心で音楽とか流しながらこう袋にゴミ袋持ってきて、そういでこういらない紙、なんかポストに入ってる広告とかをこう三角に切ってこうチョキチョキチョキってやるのが好きで、好きっていうかなんかよくやっちゃう。なんかチラシとか捨てるやん、いらん広告とかさ捨てるじゃないですか、でどうせ捨てるならもう
切ってから捨てようと思って、よくわかんないけど、なんかストレス発散とかも全然違うんだけど、なんか切るのが好きでめっちゃ切ってますね、物を一人でいるときよく。あ、そう、なんかイエーイって感じのテンション高い音楽流しながらこう無心でチョキ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 ってやってる。周りから見たらちょっと異様な光景かもだけど、それが結構やっちゃうね。宿題終わってないですね、全然。終わってない終わってない、やばいね。だからもう終わらせなきゃ、だからそう、そろそろ手つけるところです。今晩くらいからやんないと。宿題は早めに済ませる派？絶対ノーです。絶対ノーっていうか、小2の小1の時の記憶がなくて、多分小1の時の記憶はないんだけど、小学1年生ってさ、初めてのあれじゃない、初めての夏休みだから、多分張り切って宿題やったのかなって思うんだけど、小2からは記憶があって、小2からは最終日にやるタイプでした。もう小2から最終日にやるタイプ、めっちゃ遅れたの覚えてる。一回なんかこんなにやってなかったのって言われて、本当にやってなくて一個もで、なんかそう、こんなにやってなかったのって言ってりして、でも最終日にやる派でした。それはね、今も変わらずなんか最終日にやる派です。宿題はもうだってなんかやる気でなくないですか、ギリギリまで来ないと。勉強が好きだったらさ、まあいいけど、そう、あまり勉強得意じゃないので、得意、ものすごい得意だったら、まあ先にやってやろうっていう気持ちは芽生えると思うんですけど、そんな得意かって言われると、うん、って感じだから、そうそう。こんばんは。そう、夏休みはもう、あのね、最終日にやばいってなるタイプですね。でもその最終日とかは LINE で仲間を探すんですよ。最近高校生になってからそんなことしてないけど、小中学生の時はもうまだ終わってない人ってすごい呼びかけて LINE で、だいたい終わってない人って結構いるんで、もう宿題しろよって感じだけど、めっちゃ LINE しながら話す、え、大丈夫だよね、うちらならいけるよねみたいな会話して、もうそんな LINE 打つより宿題せえって感じなんですけど、この仲間を見つけて安心するっていう、ひじりそういうタイプだったんですよ。なんか学校とかでも、やばい今日体育着忘れたってなって、もう体育着忘れた仲間探す、え、ねね、誰か体育着忘れてないって言って、で仲間いたらめっちゃもう喜ぶ、いなかったら絶望っていうね。まあ、めっちゃ教科書とかも、教科書忘れた人いないって言って、めっちゃね、仲間をとにかく探すっていうタイプでした。道連れを探すんよ。あ、そう、夏休み小学生の頃とかそうやね、なんか天気書く欄があってさ、絵日記とかで天気書くスペースとかあったけど、絵日記もひじり最終日にまとめて書く派だったから、絵日記とか一言日記とかも毎日書かなきゃなんだけど、なんかやる気でなく忘れたりしてて、最終日に全部書いてたんだけど、なんかもう何日か1ヶ月前の天気とか分かんないじゃん。だからもう適当に晴れ晴れ曇り雨、晴れ晴れ晴れ雨、曇り晴れ晴れって、めっちゃ適当にやってました。先生もそこまで答え合わせしないでしょって思っちゃってて、本当にちっちゃい答え合わせしたか分かんないけど、で毎日なんかもう適当なの。今日は、ハンバーガーを食べました。今日はラジオ体操に行きました。今日はなんかプールに行ってないのにプール行きましたとか書いたりして、とにかく梅型で行ってました。そんなもんだよね、みんな。みんなそんなもんだよね。しゃあないしゃあない。そうだから、ちょっと夏休みはやる気が出なかった。宿題が一番、宿題はやる気出なかったけど、まあ、遊ぶときは全力でって感じだって。小6かな、小5か小6くらいの時は結構ラジオ体操通ってたんですよ。めっちゃなんかラジオ体操とか絶対通わないタイプだったんだけど、なんか友達が一緒行かないって言ってくれて、一番仲いい子がその時、
その時一番仲良しだった子が小5くらいの時に一緒行こうよって言ってくれて、だからもう毎朝6時くらいにこの友達と3人で集合、3、4人とかで集合して、そう言ってましたね。あれはあれながら偉いと思う。もう朝そんな早起きって夏休みにマジ偉いと思う。ラジオ体操行ってる人って本当に偉いと思う。でもまあいいんですよ。なんかさ、結構ラジオ体操行く時って家出た時まだちょっと薄暗いんですよ朝。それがすごい好きだった。なんかひじ太陽さんさんの瞬間があまり得意じゃないんですよ。なんか暑いし、だけどその太陽出てくる前のちょっと薄暗いみたいな感じの空気がめっちゃ好きで、カラスの鳴き声とか、まあ、カラスはそんな好きじゃないんだけど、カラスの鳴き声とか BGM にして子供たちとおはようみたいな、まあ、すごい楽しかったです。今思えば、あの時はもう眠かったけど今思えば楽しかった。そんな感じだよね。そうそう、だからラジオ体操はね結構毎日行ってました。スタンプをしてもらって、まあ、行かない日もあったけど、なんか寝ちゃってた日とかねあるけど、大体行ってたかな。で帰ってきて朝ごはん食べて二度寝か、そのまま友達と遊び行くかとか。だから小学生がの頃が一番なんか無邪気だったよね。それで空想症急に、まあ中学、別に高校生でも無邪気なんですけど、小学生の頃が一番ね、なんか勉強もそんなめっちゃやってたわけじゃなかったし、ここ中学の夏休みは覚えてないんだよね。中学の夏休み中1の夏休みマジで覚えてなくて、中2の夏休みはHKT のオーディション受けに行ってたりしてたから覚えてるんだけど結構記憶に残ってるんだけど、中1の夏休みってマジで覚えてなくて、私何してたっけみたいな。多分中学生だからもうラジオ体操も行ってないだろうし、うん、何してたんだろうっていう、まあ、友達と遊んでたんかな、暇だしな夏休みって。あ、部活とか行ってたかも。ひじり美術部だったんで、美術部でもスポーツ部より厳しくないから普通に眠い日とか休んじゃってたんですけど、なんか結構行ってたかも美術部は。ということで、もうちょいしたら電話します、次の子に。ひじりの小5って5、6年前だって。めっちゃ前だね。いや、なんかまだ気持ちが中学生なんで、小学生が5、6年前っていうのがやばい。そうね、ラジオ体操懐かしいな。沖縄だと夏の朝でも薄暗い。あ、結構ちょびっと薄暗かったですよ。でももうなんかラジオ体操の、ラジオ体操って7時からだっけ、なんかラジオ体操の会場つくぴったりに着きますくらいの時にはもう太陽が完全に昇り始めてるみたいなとこだったけど、家出た時はまだね太陽昇ってなくて結構薄暗いですねみたいな感じでしたね。なのでそろそろ電話したいんだけど、待ってよ。40分電話する？もういいか。おーい、おーい。で、ということでね、はい、ここで明日のメンバーに書きようと思います。うん、まあ書けます。このさ瞬間ちょびっと緊張するんだよねいつも。そう、ということで書けようと思います。でも今日はあんま緊張しないわ、なんか相手が相手だから。はい、もしもし。あ、ちょっと待って、 Wi-Fi 切るね一回、電波が悪いんで Wi-Fi を切ります。もしもし、スピーカーにします。スピーカーにします。はい。はい、まあ、誰かわかるでしょ。はい、ということで、自己紹介お願いします。
後期研究生の市村愛理です。はい、ということで、次は愛理に回しますこんばんは。はい、こんばんは。聞こえるかな。はい、ということでね、次は市村さんに、愛理にね、同期の愛理に回していこうと思うんですけど、はい、トークテーマはですね、何がいいかな、1個決めたの。1個は、ひじ夏休みの過ごし方とかだったから、おうちき、ちょ、おうち時間のなんか過ごし方みたいなはい感じで、寝るだけなんですがって感じで、あとなんかあるかな、はい、コメントにちょっとありますかね。なんかさ、みょうよろの電話いつもドキドキするんだけど、今日全然なんかしなかったおい、しろしろえ、あえり2019年以来なんだ。うん、めっちゃ久しぶり。意外、なんかめっちゃやってそう。超久々、うん、でも回してよかったわ。ありがとうございます。いえいえいえ、なんかあるかな。あ、何しようかな。最近、夏っぽいのがいいかな。夏っぽい、夏の好きな食べ物とかうんうんうん、いや、なんかちょっと普通だよね。いいんじゃない。夏、あ、だ、なんかね、10年後にの、10年後の夏にやりたいこととかきつ、30大人、めっちゃ大人。じゃあそれでいい、うん、10年後の夏やりたいこと。わかりましたじゃあよろしくね、お願いします。わかった。はい、ということで、明日任せましたね、任せたから。はい、よろしくお願いします。ということで、ありがとう、バイバイ、バイビー。はい、ということで、明日は市村愛理さんに任せ、 HKT の同期のね、市村愛理さんに任せようと思います。ということで、これ愛理はね、あ、愛理に頼んだ明日のトークテーマはなんだっけ、10年後の夏にやりたいことと、あともう一個何したっけ、あ、おうち時間の過ごし方。これちょっと普通なんですけど、まあ、おうち時間が最近多いので、福岡も多いので、そう、そんな感じなんですけど、愛理は同期で結構仲が良くて、なんかひじり、そう、みょうよろ、みょうよろ5期生に回すの初めてだ。あ、まだ3回目なんですけど、みょうよろ、みょうよろって言いにくいね。そう、5期生に回すの初めてなんですけど、そうだね、愛理は結構同期でも仲が良くて、なんか結構年齢は上なんですけど、全然なんかもう友達みたいな感じのテンションで、いつも映画一緒に行ったりとか、まあ、最近は、あ、マジで最近会ってないんですけど、8月入って一回も会ってないんですけど、そう、前は映画行ったりとか、お泊まりしたりとかしてて、今も結構、まあ、おうち時間が多い時期なんですけど、割と毎日 LINE してる方ですね、めちゃめちゃ。はい、だから、で、2019年以来っていうことで、めちゃめちゃびっくりなんだけど、で、なんか最近やったんかなと思ってたけど、めっちゃびっくりなんで、回してよかったです。2019年ってことは2年前かな、あ、2019年の、あ、2年前だ。ということでね、ちょっと愛理に託していこうと思います。はい、なんかいつから仲良くなったのかちょっとわかんないんだけど、でも初期はそんなめっちゃ仲いいって感じじゃなくて、普通に喋るけど、まあ、2人で遊びに行くかって言われるとそんなにって感じだったんですけど、なんかいつの間にか仲良くなってまして、そう、仲いいから、ちょっとね、なんか皆さんがちょっとわかる、なんか予想してた通りの感じなのかな、愛理に回させていただきます。そうそう、でも5期生にさ、ひじりが回すの初めてなの、ちょっと意外じゃない。あ、今3回目なんですけど、そう、1回目は SKE の平野桃奈ちゃんに回して、で、前回1ヶ月くらい前やった時は小田さんに回して、次愛理っていうので5期生に回しました。ということで、そう、あと愛理はそう、 MC がすんごい面白いんですけどすんごい、ちょっとめっちゃハードル上げてたんだけど、愛理はそう、 MC がすごい
なんかねすごいんですけど、ひじりはあの最近自分的にちょっと MC 喋れるようになったなっていう感じなんですけど、なんか初期の研究生公演の時とかはもうあのアイル本当にすごいっていうので、めちゃめちゃもういつも尊敬の眼差しを受けてたんですけど、最近はなんかアイリーと一緒に MC しててもヒジルも喋れるようになってきたので、そこで話せるのがすごい嬉しいですね。そう初期の頃はもう何もできなくて見てるだけだったから、そうということで MC の先輩じゃないけどMC のなんか仲間っていうか、そうちょっとね学ぶことがめちゃめちゃあったりする、刺激されたっていうか、初期の頃は本当に喋れなかったから、それでそうちょっとアイリーに、ね、助けられてました、今もだけど。ということで、はい、アイリーに次回明日のあれどんな切り方するんだ、ということで、AKB48 のミュウニチよろしく、そろそろ終わりのお時間です。この後ちょっと個人配信っていうか自分のやるんでアカウントで、もしよければ見に来ていただきたいです。ということでどうしようかな、ちょ Twitter の ID でも言っとくんで、もしあのフォローしてない方がいたらちょっとフォローしてください、ズーズーしくね。Twitter のアカウント言いますね、@小文字で HIJIRI アンダーバー HKT48 全部小文字、ちょっとフォローしてない方がいたらよろしくお願いします、フォロワー増やしたいんで。ということでもう一回言っとこう、@Twitter の ID ね、全部小文字で HIJIRI アンダーバー HKT48 よろしくお願いします。ということでね、ランキング読みましょう、だってランキング読もう。ということで、今日のランキングを読んでいこうと思います。13位から読むのかな、壇上だから。ということで、13位、 A ちゃんさん、ありがとう。あーちゃんさん、 A ちゃんさん、ありがとうございます。12位、ビビーゾアさん、ありがとうございます。11位、アンドハローさん、ありがとうございます。10位、夏木かな、ゆうさん、ありがとうございます。9位、ヤシタンさん、ありがとうございます。8位、ケイスケさん、ありがとうございます。7位、しょうちゃんさん、ありがとうございます。6位、さしよしさん、ありがとうございます。5位、ジャガさん、ありがとうございます。4位、中さん、ありがとうございます。3位、よしぼうさん、ありがとうございます。2位、ひげまなひさん、ありがとうございます。1位、かずさん、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。フォローします、だってありがとうございます。みよる10位かな、だってまあまあ10位かね、13位がちょっと壇上なんで読んでました。ということで終わりです。ということでね、明日の配信は HKT48 の同期の市村愛理ちゃんに、回します。ということでぜひね、この後個人配信しますんで、川平ひじりで検索して暇だったら見に来てください。ちょっとログアウトしてログインするから、まあ、3分後とか見えると思う。ということでありがとうございました。楽しかったぜ。ということでまたいつか回ってきた時によろしくお願いします。ではさようなら、バイバーイ。